プリンシプルズ・フォー・レスポンシブル・インベストメント2006責任投資原則とは、2006年当時の国際連合事務総長であるコフィ・アナンが金融業界に対して提唱したイニシアティブである。機関投資家の意思決定プロセスにSぐ課題を受託者責任の範囲内で反映させるべきとした世界共通のガイドライン的な性格を持つ。国連環境計画並びに国連グローバルコンパクトが推進する。現在、この原則を推進するのはザ・ PRI という団体であり、ザ・ PRI はそのホームページにおいて国連にサポートされているが、国連の一部ではないと書いている。責任投資原則は法的拘束力のない任意の原則であり、Sぐ課題を考慮することが、機関投資家にとって投資リスクマネジメント基準及び社会的責任になるとされる。Sぐ投資持続可能な社会の構築に向けて貢献できているかどうかに着目して企業を選別する投資手法。https://www.unpri.org/about-PRI まだ日本では浸透してきていないが、今後最終製品メーカーだけでなく B2 バイトでのやり取りが中心の中小製造業にも広がることが期待される。国連環境計画の金融イニシアティブ並びに国連グローバルコンパクトで策定され、2006年4月27日のニューヨーク証券取引所にて、コフィ・アナンが取引開始のベルを鳴らす発足式典が行われた。原則の公表後は、より多くの投資家による原則の選択の推進、有益な情報提供、著名機関での連携の促進が行われる。責任投資原則は6の原則からなり、35の行動が示されている。私たちは投資分析と意思決定のプロセスにSぐの課題を組み込みます。私たちは活動的な所有者になり、所有方針と所有慣習にSぐ問題を組み入れます。私たちは投資対象の主体に対してSぐの課題について適切な開示を求めます。私たちは資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるように働きかけを行います。私たちは本原則を実行する際の効果を高めるために協働します。私たちは本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。2015年7月現在、日本企業として署名しているのが以下の企業である。About the PRI https://www.unpri.org/about-PRI2018年5月19日閲覧。Sぐ投資時代、サプライチェーンの一翼を担う中小製造業はチャンス。株式会社 X。2018年8月28日閲覧。UNのセクレタリー。ゼネラルローンチスプリンジプルズ、フォーレスポンシブルインベストメント、ユネップファイから見た、新しい流れ環境省責任投資原則日本語、訳、シグネトリスツーザプリンジプルズ、フォーレスポンシブルインベストメント。ありがとうございます。